久保さんはモブを許さない。もしもし、白石くん。いきなりかけてごめんね。今大丈夫だった？そっか、ならよかった。なんか声眠そう。眠い？そっか、大丈夫ならいいんだけど、ちなみに私はちょっとだけ眠い。どうしたのって。なんかね、白石くんの声が聞きたいなって思ったからだよ。絶対嘘ってひどいな。ねえ、今何してたの？もしかして漫画読んでたりした？当たった。ねえ、私は今何してると思う？わかんないっていうのはなしね。あ、そっか。今は白石くんと電話してるか。じゃあそうだな、1時間くらい前は何してたと思う？残念、外れ。正解はね、お風呂入ってた。あのね、新しく買ったシャンプーがとってもいい香りだったんだよ。優しい石鹸の香りでね。言葉で伝えるの難しいな。白石くんがここにいてくれたら香り教えられるのにな。白石くんもこの香り好きだといいな。ねえ、シャンプーの香りって明日まで持つかな？わかんないね。じゃあさ、明日の朝一緒に学校に行こうよ。その時にちょっとシャンプーの香りするか確かめてみて。決まりね。そろそろ電話終わろっか。夜遅くにごめんね。楽しかった。うん、また学校でね。